おっす、くまです。今日ですね、フロリダに移住した友達がですね、カナダに来ていまして、まあ、久しぶりに一緒に柔術のトレーニングをしようということになりました。なので、昔友達が行っていたジムでみんなで練習しようということで、動画をですね、皆さんに紹介できればなと思ってます。実際どこまで練習内容が映せるかどうかってまだわかんないので、まあ、映せるのであれば皆さんに、まあ、ブラジリアン柔術ってどういう感じなのかっていうのを皆さんに紹介していきたいと思います。おーす。くま TV。はい、アクションリアクションジムに来ました。ここのジムはですね、シセオコスターの、チームになりまして、まあ、友達が通ってるジムなんですけど、来ました。柔術のカースやってますね。めちゃめちゃ大きなマットスペースがあります。で、私はですね、12時半のクラスを取るんで着替えて待ってやっております。クラスはこんな感じです。先生から技を教えてもらって、それを練習して、その後はロールティってこのスパーをですねやります。めちゃめちゃ疲れますよ。汗みんなダクダクです。おーす、おーす。おっさ、くまです。今ですね、練習の方終わってきました。練習内容の方は本当に良かったです。アクションリアクション、本当にトロントではかなり有名なジムなんで、もしトロントにお越しの際はぜひ寄ってみてください。昔のジムの友達と一緒に写真を撮ったので、ここら辺に載せておこうかなと思ってます。じゃあ、それではまた。おーす。 I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.